田のごたくぼたです。どうも皆さんこんにちは。今日はこちらをご覧ください。これ地元ですか？これあれ、愛媛の軽井屋。地元？僕香川。あ、そうか、香川か。軽井は愛媛やけん。なるほど。なんかちょっとワクワクするよね。なんかワクワクする。なんかこれはいいぞって、もうなんか白玉つけたらこんななったみたいな感じの。ここもこれほうきでできてるんだ。ほうき、うん。これ他に残ってます？いや、ない。もうこれ、この形しとる分はもうこれしかない。これしかないんだ。だけん、もう多分考えられるとしたら、もうなんか試作品かなんかで作った分を売りに出して出てきたやつかなという感じで。なるほどな。実際このメバーついとる分もこれ以外にもう1台だけ、うん、つい最近出てきたんやけど、これはこれオイラーでしょ。でここは窓になってオイルが見えるようになってる、うんうんうん、でここで温まって流れるようになってるわけですよね。そうそうそう、ポンプに入って、あ、ここに機械式ポンプだ、プランジャーポンプだ。だけこの、ベースは多分四国、軽いの四国軽い、四国軽いの軽いが入ってない四国。おー、うん、で、本物は多分ここにマグネットがおるんですよ多分。なるほど、で、ここにオイルポンプをつけたけん、シャーなしでこっちに持ってきとるみたいな感じで。あ、そうか、なんかこの辺が手作り感あるよね。これは後で、カバー後でつけたんだ。多分そうだ、もともとはついて、この状態やったんですけど、多分後でつけたんだ。高橋だよね。そうそう、結局、軽い式じゃないんだ、高橋エンジンなんだ。高橋製作所だったら軽いか、四国軽いか、四国になるはずやけど。そうだよね。でもトレードマークは同じかな。 TS やけん高橋になるけん。おー、この高橋って発動機は他に残ってるんですか？これと、あともう一台ある。この四国と同じ形した分でこの名盤がついてるやつがあるんですよ。でも高橋っていう名盤がついたのっていうのはあんまりない。ない、もうこれと それだけしかない。へー、これどこで出たんですか？近所？これ愛好家さんが産出し状態で持っとって、へー、譲って言うたら、もうちょっと愛媛で。いや、これ愛媛なんでしょ？いいよって。これ愛媛の三島のところやけん。あれ、高橋製作所っていうのが高橋発動機製作所か。だけ軽いは軽いも一緒。多分高橋発動機製作所、うん、やけん。へで、実際になんか資料でこの高橋 の、この名盤が入ったその軽いと一緒 の設計図がある。ちょっと前にネットオークションとかに出てきとったけん。だけど開発はしょったんやけど、へー、同じ時代に作ったんだ、時期にね。でもやっぱりやっぱ軽いっていうブランド名の方がやっぱり強かったせいか、この名盤をつけとる発動機を売りに出さんかったみたいやね。なんかここなんか野田みたいな作りだよね、ちょっとね。そうそうそう、うん、へえ。このマフラーも純正ですか？純正、まあ、だけオイルポンプがついとるけん、多分もともと保温機とかに積むようで設計しとったんやと思う、なるほど、でもやっぱり凝った作りになってますよね、やっぱり。まあ試作やと思うけん、こうなんか良かれと思っていろいろつけてごしゃごしゃしとるけど、なんかでも、まあ、当時の農家の人がちょっと喜ぶような感じしますよね、まあ、でこれ燃料タンクでしょ、これ。これと灯油タンク燃料でしょ。そうそう。オイルはどこへ入る？あ、オイルはそうだ、オイラーだ、オイラーだ、うん、ポンプ循環になるんで。うわやっぱいいねもうほんまなんか試作エンジンみたいな感じですね、もうなんか。あれでもこのマフラーってよく見かける気がするけどな。多分流用マフラーやと思うんですよ。流用か。だいたい今季進む用の中速系につけとるような。なるほどな。
でまたこれ面白いんがだけ、こう軽いだったらこうあの丸ヘッドになっとんが、これちょっとボセット出た角ヘッドっぽいようになっとるけ、シリンダーヘッドのことで、そう、うん、これが、こうやって前出ずに普通は丸く、丸いやつで、そうだね、メガネザルになっとるやつやけ、若干これが前に出てると、そう、うん、なるほどな、そういうとこ見ると確かに違う、デコンプレバーもあって、あれこれガソリンポットの入り口が、あ、ここか、だからやっぱ軽いじゃないんだよね、本当にね、軽いの高橋製作所なんだけど、そう、うん、軽いじゃないんだ、軽いじゃない、なるほど、ちょっと謎めいたぞ、これは、あ、それはもう燃料抜き、燃料の後でちょっとあのボロボロだったんでつけたやつですけど、もうほぼタンクはカッコでつけとる感じで、いい発動機だな面白い。これもだって昭和30年前後でしょうね。これぐらいですね。きっとね。だけもう多分この僕の、あの伊予三島の軽井が、あの多分四国で多分発動しとったんが最後ぐらいやけん。なるほどね。他にこれあの最後の最後で中速がはあの流行り出してで、こう開発したけど結局。工場の方閉めてしもたね。なるほど。だけもう多分これは販売されんと、もう開発段階まで でもう残ってしもたけん売りに出された試作品じゃないかなと言われてると推測ですね。なるほどね。だから出回ってないんだね。なるほどね。非常に貴重なこれは発動機だわ。ここもこだわってるもんな。素晴らしい。これはいい発動機を見せていただきました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ナラコタクオタでした。